さあ下山はお気をつけてこちらですと、一方通行ですね、一方通行となっております。ていうか稲川の源流はどこなんだろう分からなかった。手問題に来たけど分かりませんでした。これ途中にあんのかなまあいいですけどね。なんか山の空気が気持ちいいですね。もうとにかくこれですよ、この景色ですよ。いやこれは素晴らしい、気持ちがいいです。意外とでもバイクの方車の方ちょいちょい来られてましたね。やっぱ皆さんこの場所知ってはるんですね。うわ綺麗だな、すごい綺麗だなこれ。いやいいわいやうわ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 、さあ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 、いやー気持ちいいね。いやでもここはいいとこだな、覚えとこう。キャンプ場もありましたもんね。キャンプ来れたらいいな、こういうとこな。うわでもまあ意外と道も整備、こう下りは整備されてるね。上りはちょっと厳しい道でしたが、ね、非常に楽しい道です。よいしょいや来てみたかったんだ、確かめてみたかったんで良かったです。でもこういうのは来てみないとな、分かんねえしな。でも近所でこうやってなんかこう、あこういうとこあんだって一回分かるとね、またふっとした瞬間にあそこ行ってみようかなみたいな感じでね来れますんでね、なんかそういう場所がどんどん増えていく感じしますね。うわきつい、勾配やっぱきついわ。よいしょ、はい、セーフティーに行かないとね。はいはいはい、あ大きい道に出たね。いや気持ちがいいね。そしてやっぱ一枚上着を着て正解でしたね。非常にいいタイミングで着れました。よいしょ、そして下りが厳しい下りだ、ハイスピードコーナーになっちゃう。よいしょー、いい、でもいいとこだな。あこんな道なんだ。原付西で走るにはぴったりの道ですよ。よいしょ、そして厳しい下り、あこれさっき通った、うわわわわわわわ、さっき通りましたね。そうかそうか、あーそういうことか、なるほどな。よいしょ、はい、はい、よいしょ、はい戻ってきました、はい戻ってきた。さあこっからですよ。やっぱねちょっとそば食べに行こう。せっかくなんでね、久しぶりに公家さんで美味しいそばを食べさせてもらおうと思います。というわけで笹山へレッツゴー予想外です。当初予定していた場所とは違う方向に向かってますが、笹山へレッツゴーだ。軽トラが後ろに着きましたね。ちょっと抜いてもらいましょう。はい抜いて、はい、よし、はい原付も抜いてスクーターにも抜かれます。いいんですよ抜かれて、いいんです、もう抜かれてなんぼですから株はね、はいしょうがないです。
そんなところで意地張ってもしょうがないですね。遅いですからこちら、しょうがない。あ、外気温度23度と出ています。体感はもうちょっと低いですけどね。でもまあ暖かい、暖かいというか、まあまあ快適な温度ですよね。23度というのは。20度くらいになるとやっぱちょっと寒いなって感じますもんね。やっぱ今が一番いいよ。ツーリングには本当にいい季節ですよ。さあ、あえてちょっとね、ぐねぐね道に行きます。県道601号線ですね。籠坊温泉の方か。籠坊温泉もずいぶん行ってないな。一時期ね、ちょっと足しげく通ってましたけども、距離感的にちょうどいいんで。でも今行ってないですね。だいぶ行ってないですね、最近ね。わあ、いい道だな。これ新緑が気持ちいいです。よいしょ。おい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 、なかなかなつづら折り、ヘアピンですね。よいしょ。山越えてますね。山を下っております。こう右カーブと左カーブのなんか得意不得意って皆さんあります？このバイクでね、その右に曲がる時の方がいい感じに行けるのか、左の方が行けるのかみたいな、なんかそんなありませんか？僕はね、やっぱ左の方がちょっと得意というか、行きやすいですね。そのカーブしやすいというか、コントロールしやすいような気がします。右はやっぱ対向車線があるっていうのと、なんすかね、ちょっとやっぱり右の方が苦手というか、まあもちろん曲がるんですけど、左の方がなんかこうスムーズに曲がれるような気がしますね。まあ、多分これでもね、得意不得意あるとは思うんですけど、左の方がなんか行きやすいというか、こうグッと行きやすい感じしますね。あー、籠坊温泉ですね。籠坊温泉もこれどうなんでしょうね、やってんのかな。籠坊温泉でしょ、ここね。隠れた里にある温泉ですよ。ここはここで風情があってね、すごく好きですけど、しばらく来ておりませんでしたけども、温泉やってんのかな。いいとこですよ、すごくね。この道もでも久しぶりに通るけど、なかなかいい道ですね。気持ちがいいや。いやー、山が深いな。いや、涼しい。いや、まだこうヒヤッとする空気が流れてくる山だもんね。いやー、気持ちいいです。ほんと気持ちいいです。さあ、右へ曲がります。これは何号線？県道12かな。これ県道12号線ですね。もう笹山近いです。この山を越えれば笹山かと思います。若干お腹も空いてきましたね。いやー、いいタイミングですよ。これでお蕎麦をね、美味しいお蕎麦を食べれたら、そりゃ最高ですよ。公家さんに行くの2年ぶりぐらいですかね。いやー、楽しみ。天ぷらそばだな、今日な、絶対。
絶対天そばだ。こう美味しいそば屋さんのメニューって全部制覇したくなるんですけど、でもやっぱり行くたびに同じもの頼んじゃうんですよね。いや、そのそばが食べたいってなっちゃうからねえ、やっぱ胃袋は有限ですからね。そんなにたくさん食えないし、ね、あれもこれも全部っていうわけにはいきませんからね。フードファイターじゃないんだから。だからね、こう毎回ちょっとこう新しいもの食べたいなと思いながらも、前食べた美味しいやつを食べたくなっちゃう。そんなことありませんかね、皆さん。僕はそうよ。だから毎回同じもの頼んじゃうよ。ああ、鴨南蛮食べようかなとか思ってもね、思っても天ざるでって言っちゃうね。国道372号線ですね。入ります。おいしょー。あ、もう笹山ですよ、この辺は。さあ、これ左曲がっていいかな。左曲がっていいね。曲がっちゃったよ。せっかくなんでね、こういう田舎道を走りたい。わあ、いいですね、いいですね。いやー、田んぼきれい、きれいです。いやー、きれいだ。山がきれい、田んぼがきれい、緑がきれい、美しいですね。こういう風景の中を走れるのは本当に気持ちがいい。いやー、よかった。いや、これでよかったです、本当に。足を伸ばしたからこそ見れる景色というものがねありますし、まあ、出会える景色というか出会える瞬間がねありますからね。悩むんですよね、でもね、足を伸ばすっていうのはね、ちょっとね、予定と違う行動になるし、まあ時間もねその分長くかかっちゃうから躊躇するとこはあるんですけどね。それでもやっぱ行っただけの価値はやっぱ感じるよね。こうやっていい景色を見れたらね、ああよかったなと思うよね。まあね、リスクもあるけどね、でもやっぱり行こうっていう気持ちがね大事やし、なんかでもそれも旅だなと、まあそれもカブベンチャーだなと思います。もちろん外れることもありますからね。外れることももちろんありますよ。なんか雨に降られちゃったりとかさ、それこそなんかパンクしてトラブルに巻き込まれたりとか、そういうこともね、ないことはないですけども、まあでもそれも含めてやっぱ旅だなと、カブベンチャーだなと思いますよ。はい、皆さん、原付二種教の教えですよ、これは。行けと、迷わば行け。そういう教えだと思いますよ。迷わば行けよ、行けば分かるさです。迷わば行け、行けば分かるさ、こういう景色に出会えるさ。この辺りだな、あれかな、あれかな。よし、初めてね来た時のことを思い出しましたけどもね、今この先にあんのみたいな感じでこの看板を見て曲がったんですよね。この看板をね、あるんですよ。しかも結構いい感じのとこがあったっていう。いや、もうそれ以来すっかりファンでございます。あれ、今日やってない、やってないか。あ、定休日という看板が、定休日という看板が、そうか、今日水曜日だもんな。そうかそうか、そうですよ。あー、火曜水曜定休ですね。定休日でございました。しょうがない、定休日でした。足を伸ばしたのに。そう、足を伸ばすとこういうことも起こります。
あー定休日だった。うわー、そばの口が、あー久下さんの天ぷらそばの口が、天ざるの口が、今私の気持ち皆さん分かりますか？もう、あー両肩の力ががっくり落ちております。もうがっくりと、うわー、がっくりがっくりですわ。参ったな。そうかそうかそうか、今日定休日かな。あま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 あ、そういうこともある、あるな、あるわ。いやー、くそーくそじゃないけど、いやー、ちょっと残念すぎる、残念すぎます。いやー、ショックショックです。しかし、しかしここは丹波篠山、まだまだ美味しい店はあるはずだ。探しましょうね、探しましょう、探しましょう。できれば蕎麦屋さんをね、探しましょう。切り替え切り替え。まあ蕎麦屋さんで検索だな。よし、じゃあここに行ってみよう。やっぱ30分かかるな。30分かかるぞ。頑張ってみるか。一応蕎麦屋さんを発見しました。一応蕎麦屋さんね、見つけましたんで行きます。30分かかります。営業時間は2時までと。今、12時43分ですので、1時半までに着けるかなという感じですね。ちょっと滑り込みな感じですが、行ってみましょう。Música, música, música.